はい、どうもチョスです。今日はですねパワープロ実況の方やっていきたいと思います。今日はですね久々のライブシナリオをやっていきたいと思います。スタートでですね、7月4日の試合をやりたいと思います。阪神タイガースですね。阪神勝ちましたよ。昨日の試合見ましたかね。皆さん昨日ね、いやいい試合でしたよ。ちょっとね見てたんですけど、途中で俺昼寝というか寝てしまって、なんか起きた時には勝ってたっていうすごい状態になってたんですけど、まあねやっていけますよ。というわけで今回は梅野ですね。梅野で追加点を挙げろと。はい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 、8回裏2アウト3塁ですね。やっていきましょう。個人的には藤川球児をプレイしたかったマン。相手は中日ドラゴンズでございます。難易度は4ですね。はい、タイガースの先発は右の藤波。そう、藤波やったね。ドラゴンズの先発はエースのオード。ただ藤波があまり良くなかったのかな。まもなくプレイボールです。で、能見に代わって能見藤川とつないでいく感じでしたね、確か。ではやっていきましょう。第4打席。そう、梅ちゃんねホームラン打ってるんですよ。 2打席目でスリーラン。いやーよかったね。ではやっていきましょう。さあ追加点のチャンスを迎えました。祖父江さん、じゃあ祖父江さんのデータ、ストレート151キロ速いですね。コントロール D のスタミナ E と、ツーシームスライダー V スライダーと、スライダーを使うんですね。でキレがあると、逃げ球リリースと、まあなんか難しそうなピッチャーやな。ストレート狙いでいきましょうかね。ではではでは、梅ちゃんのデータこんな感じ。弾道にミーと F、 パワー D、 走力 C、 肩 B、 守備力 D、 補給 C。 ミートがもうちょい上がればいい選手になりそう。あと弾道を3にしたいな。でバント丸、三振持ってて送球が得意と、広島キラー、こんな感じですね。ではではやっていきましょう。三塁は大山です。これヒット打つしかないですね、シンプルに。いきます。雨やな。第9投げた、危ない球。第2球投げた、うわー怖い。 V スライダー打ちにくい。第3球を投げた、うわー早い。次は4球目打ちました。バカ、セカンドこれは守備範囲内、アウト、スリーアウト。今のボールやった。もう一回やりましょう。梅ちゃん、梅ちゃん、梅ちゃん、梅ちゃん。初球はストライク。スライダー狙い目かもしれない、意外と。ツーシームはゴー。ノイスラは無理。投げた。スライダーはストライク。おお、全然打たれへん。次が4球目。アウトコース低め。縦のスライダー外れてボール。投球これから5球目。危な。フルカウントですよ。さあ6球目。見た、これフォアボールの場合は失敗になんの。そんな理不尽やん。でもコンピューター全部フォアボールやったら勝てるやん。バカ野郎。初球打ちました。センター前進。ひえー、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。もう一回。梅の第9投げた、打った。うわー、やっぱ無理。縦スラはきついっすわ。って言いながら打っていく。2球続けたら打つよ、そら。グリアー完璧ですね。点差開いたやん、広がったやん。お疲れ。あー、梅野やったね。4打点の大活躍。本当に今日は雨がすごい。ご覧いただきました一戦は8対4タイガース勝利しました。やったぜ。勝利投手は桑原、敗戦投手は祖父江、そして西武はドリス。いい流れだ。はい、というわけで見事に勝つことができましたね。良かったでございます。スコアはこんな感じと。おめでとうございます。ありがとうございます。
はいはい、というわけで今日も見事勝つことができました。今日も試合あるんかなって言ってもこれ動画出すのちょっと遅れるからな。まあ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 いいでしょう。この試合も応援していきましょう。というわけで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ツイッターもやってます。ツイッターは概要欄に貼っておきますのでぜひぜひフォローの方お願いします。というわけで、阪神ファンのチョスでした。バイ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 。